男性諸君、よく聞いて。どうしたんですか？080のボニーのバカだ。いいじゃないの、かけなさい。もうやめちゃん、はい、いや突然なんだけど、私この間ツタヤでドラえもんの映画借りたのよ。ドラえもんの映画って去年流行ったやつ？ 3D のやつね。覚えてます？タイトル覚えてます？スタンドゲイミーってやつ。バイミーだから倍なの。おー進んでるそういうじゃないやつ。泣いちゃったのよ。そうやってさ、ドラえもんの映画を見て泣くことなんていうか知ってる？知ってる。ドラ泣きって言うんですよ。全然違うじゃないのよ。なんて言うのよ。偽善って言うんですよ。やめなさい。偽善はやめなさい。何？泣いてる人いるかもしんないんだから。帰ってきたってタイトルで丸分けじゃないのよ。まあでもね、素晴らしい映画だと思うんだけど、私もっとね、こうドラえもんってオカマ寄りにした方がウケるんじゃないかなって。オカマ寄りのドラえもん。そう、その方がみんなも好きになってくれると思うし、あんたも絶対好きになる。いや絶対好きになんないわ。この距離のドラえもんってなんかちょっとね。はじめまして、しまちゃん。大山信代の方だ。ドラえもん。近くないで触らないで。胸くそ悪い。何なのよあんた。一体誰なの？あたし構えもんです。ドラえもんもいいですけど、ドラえもんだ。よく聞きな。一応ある意味猫型ロボットだよ。聞いてねえわ。もっと気持ち悪いやん。もういい。